どうやるのがかっこいいかなっていうのを考えちゃいますよね。これはさ、入ってロックオンして、あ、撃てた撃てた、かっこいい、これだな。まあやっぱね、二丁拳銃の醍醐味っていうか左右打ちですね。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。Nintendo Switch は滑るダウンロードタイトルを中心にボイチェ実況しております。YouTube のチャンネル登録やニコニコのフォローなど、よければお願いいたします。それではですね、本日は Nintendo のね、インディーワールドでもよく紹介されていたタイトルですが、マイフレンドペドロってゲームやっていきましょう。よろしくお願いいたします。本作なんですけれども、裏社会でね、生き残りをかけて主人公が二丁拳銃を駆して戦い抜く、そんなガンアクションです。と、時間の流れを緩やかにするフォーカスっていうね、スキルがあるらしいんですけど、それを使うとアクション映画さながらのクールなワンシーンを体験できるそうです。ちなみにこのね、あのアイコンとかにあるバナナなんですけど、何やら主人公はですね、目が覚めると、ミシャン地下室にいて、そこにね、顔のあるバナナがふわふわと浮いていて、語りかけてくるらしいんですよ。まあ、ちょっと危ない人なのかなって思いますけど、まあ、そのバナナね、主人公にしか見えないんですが、まあ相棒らしいので、まあ物語のね、いろんな主軸を握ってるのかなと思いますが、まあね、いろいろ気になりますが、やっていきましょう。よろしくお願いします。説明文に書いてあるんですけど、このゲームの最高難易度ね、あのハーデストとか、あのインフェルノとかじゃなくてバナナっていうらしいんですよ初めて聞いたなと思います。ノーフューチャーとかさ、そういったところはあったりするんだけどさバナナらしいですね。じゃあバナナ回ってますので、ロード中ですね。はい、行きますか。弾丸が見える。お、これはデボルバーの生かしたゲームじゃねえか。期待してるぜ。はい、じゃあ、バナナです。あ、ペドロ君ですが。僕ね、今回どこで、ドンキーコング64並みに、おバナーナって言おうか迷ってるんだけど、もしかしたら言わないかもしれないんで、よろしくお願いします。オプションから見ますか。操作設定。まあ、後で変えます。言語最初から日本ですね。じゃあ、ニューゲームでいきますか。ステージ選択ってあるから、ステージごとにできたりするのかな。いきまーす。あ、いきます。ノーマル、ハード、バナナ。うーわ、バナナだ。なぜバナナなのかは説明しないか。回復アイテムはドロップなし、ドッチアシストなし。おぉ、敵のターゲット性はほぼ完璧。まあ、ノーマル最初だから、ノーマルでいいかな。まあね、このゲームが基本どれだけの難易度っていうのわかんないんで、ノーマルでいきます。バナナかわいいな。食べるとなくなっちゃうと思うけどね。さあ、バナナ回ってますが、ロードは割と早めかな。お、来てって言ってますね。起きて、あ、起きてか。そっかそっか。お、バナナですね。いつまで逃げんのというわけで。お、起きた起きた。まあこのゲーム、映像とかでももう知ってる方も多いかと思いますが、3D で、あのね、進行は 2D みたいな感じですね。忘れちゃったな、の、ペドロですね。友達か。顔見知りなのかな。はい、この指は何本？指？指？冗談だったらしいですが、トリマこっから脱出の後。トリマってゲームで出てくるの初めて見たかもしれない。じゃあ行きます。カメラ移動があるのか。これ視点的なものか。なるほど。目線が刺さるようだ。後ろ向きながらも移動できます。へぇ。ちょっと後ろ行きますね。おう。この壁でウォールジャンプ。かっこいい。ウォールジャンプだ。もう一回 B で。はぁ。スタイリッシュだな。面白い。壁キックしましょう。相当な運動神経ですね。後ろ向きながら歩けるんだ。へえ、器用だね、主人公ね。こんなことできます。じゃあ、降りてって。お、ピストルか。よし、もらった。弾数あるね。OK。これか。あ、そっか、視点は別、視点というか、あれか、移動があって、移動とまた、ガンの方向はこうやって決めるのか。面白い。移動どうやってやんだ。あ、ローリングした。いきまーす。弾薬無限になってたね。でも1個1つくしとけばよかった。
さっさっさ、分かってきたぞ。でも今は一丁拳銃、一丁拳銃って言わないか。一本しか持ってないですよね。リロード Y ですっけ。リロード早っ。相当な手だれだな。行きましょう。これは下だっけ。敵やん、敵やん。お、地獄の料理人、ミッチだな。怖いですね。お肉屋さんですが。おー、来た。なんでジャージなんだろう。ボブですね。はい、仕事の邪魔すんじゃねえって。物の用意はできたか。はい、地下に転がしてある肉、ある肉の塊を仕上げてこい。主人公どうしてここにいるんだろうね。まあいいか。あ、主人公が肉の塊だったのか。しますしかねえか。よっしゃー、早い。さすがや。倒したのこれ。あ、銃増えた。おお、全員殺すか。まあね、まあゲーム性がゲーム性ですから、なかなかねハードなゲームですね。あっと、視点がと、ライフ暗くなったな。回復すんのか。すごいやん。二度落としましょう。じゃあ、ローリングか。あ、ちょっと待って。上がって、上がって、下がってからの。おっと、やりやがった。まだフォーカスって機能は出てきてないんで。これは ?OK。まあ、ZR で撃つだけで、双方ね、二丁拳銃タイミングを発砲してくれます。あれですね、最近ね、割と比較的近頃やったゲームだと、刀ゼロ的な、そういったニュアンスはあるかなと思いますが、相手見てんな、どうしようかな。あの視点に当てるのはどうするんだ。ああ、なるほど。結構遠くまで届くんだな。OK。下しゃがみます。くるくると。水分取ってるかなと。おお、びっくりした。ここはどこだ?一気に変わったな。ちょっとミスタイモンがあるからじっとしてなと。バナナだけにナがカタカナになってますね。あのベッドかわいいな。お、これか。フォーカスか。フォーカス中は宙返りができるんだなと。押し込み?押し込みか。もしくは、押し込みで入って、はいはいはい。フォーカスはオフもできる。お、変わった。すげえ。スローモーションでフル回転宙返りしながら、このばあちゃんにまた大事なツボを打つんだ。ばあちゃん泣いてるじゃねえか。やめろ。じゃあ行きますが。押しまして、これで回転して、うわー、すげえ。痛い。着手うまくいかなかった。うん。両手に武器を装備しているときは、2つのターゲットを同時に狙えるんだなと。マジで?これどうやんの?あ、そっかそっか。サブターゲットっていうのがあるのか。じゃあ、あ、ちょっと待って。ローディングし、あ、リロードして、これって、おー、ちょっと待って。うわ、難しい。ちょっと待って。長押しと発砲でしょ?これで、違う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 。ばあちゃん泣いてるわ。ちょっと待って。スローにして、え、むずっ。ちょっと待って。一回戻しますよ。ZR 長押しで、で、もう一つのターゲット。あ、できたできた。あー、なるほど。こういうことか。スローにする人は特になかったですね。まあ、かっこよくやればあり得るけどね。ロードして、うわー、使ってみたいけど。あ、なるほど。じゃあ、これで、こうやって入って、こんな感じか。なるほど。こいつはやれてないね。よし。まあまあ、スローもね、そんなに、がっつりと使用制限あるわけじゃないんで、使っていきましょう。分かってきた、分かってきた。じゃあ、ロードをくぐり抜けまして、参りましょうか。二丁拳銃アクションか。しゃがんでおこうか。おっと、待ってよ。よし。ちょっと受けるな。
どうやるのがかっこいいかなっていうのを考えちゃいますよね。これはさ、入ってロックオンして、あ、撃てた撃てた、かっこいい、これだな。まあやっぱね、二丁拳銃の醍醐味っていうか左右撃ちですね。こいつは来てから、あー、ちょっと待って、ちょっと待って、やっぱ2つ合わせていくのは難しいな。体力回復するとかいうね、あの不思議な人なんで、被弾してもまあまあ大丈夫なんですけど。ジョンです。このタレットな、基本的に設定は全自動なんだ。うわい。え、ちょっと待った、怖いな。これを重ねて先に進めない。長押しかわす L ですね、これが。じゃあスローにしてかわすでかわしてみますか。かわせんだすごっ、これですね。タレット壊せんの？あ、なんだなんだ。チラッと出てきたね。さあ、いきますか。3、4人か。スローにして。あ、しまった、間違った。それで。しまった、リードだ。かわして。しまった。変に回収しちゃダメだな。大丈夫？まあ、各フォーカスとかの使うタイミングですね。ついついね、フォーカス解いちゃうことあるんで。いきますか。ある程度だったかな。そうだね、コントローラーフル活用するんで、最初は難しいかなと思いますが、気持ちよく操作できると絶対楽しいと思います。なんでバナナなんだろうな、でも。妖精的なポジションですよね、いろんなゲームのね。ここは旧市街のミッチの島か。島って言い方いいな。じゃあ行きます。まず一人。倒して、移動落として。よし。よし。一人ずつだったら安全に入る。スローにしておくか。まあ全然、まあね、簡単に倒せますね。おっと。ごめんね。この人倒していい人だったのかな。なんかさ、ジャージっぽい服だからさ、一般人なんじゃないかと思っちゃうんだよね。アメージング。あ、マジか。おっと、何をしてこれ。近い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 。近距離ショットもいいとこだよな。時間によってコンボゲージが減ったりするのね。いきます。よし、OK。ガンガン行くか。おっと。回避して、あ、これ華麗に決めるの難しいやん。リロードして、お、キックできるんだ。 X で蹴りです。こっちから出てきそう、気のせいかな。これどういう構成？キョッキョッキョ、結構ゴリ押してますけど、もう一人、もう一人、もう一人。遠くだけど当たるか。弾くなりそう。OK。フォーカス解いて。スピンの回避覚えときたいな。まあ、スロー、不要なら使わなくても OK ですが、こういう時はかっこいいかな。ちょっとね、うまく狙えない。まあ、とりあえず倒した。スロー回避して、くるくる回って、速攻で一人まず。あー、なんてこと。移動として X で蹴り、蹴り強いな。こういうゲームの主人公って意外とガン以外もいけますよね。入ってきてダブルで狙って、大丈夫、移動として蹴り飛ばして、ステージクリアです。華麗にやるのは難しい。顔は可愛いね、バナね。コンティニューします。やり直すこともできます。まあ、どんどん行きましょう。さあ。バナナはね、本当に今のところアドバイスだけだし、バナナである必要性はないと思うんですけれども、なんでだろうね。
可愛いことに越したことはないけどね。はい、未知の高級エストンを抜けるルートだなと。行きます。まずは一人で越えて、よし、あーまあいいや、蹴り飛ばすか。あ、そうかね、先倒した方がいいや。おお、とととととと、ちょっと待って、スローにしておいて、こういうところはダブルで狙いたいんだけど、ローリングしちゃってる、ローリングしちゃってるちょっと待って、ちょっと待って、難しいやん。はい、フォーカス解きます。ちょっと行く前に開けて、 OK、 次上か、リロードして飛んで、ルート的にはこう、よし、ここ突き破ったらスローにしてダブル打ちで倒す。あいつも気づいてるから、しゃがみやがったな。フォーカス一回解いて、あいつも打ちましょう。よし、蹴り倒すのなということですが、あ、もういけるのか。うわ、しまった、いろいろ来てる。リロードしましょう。うわー、橋の巣だ、やばいやばい。ちょっと待って、当たってない、ちょっと待って、どっから狙うかな。狙えねえや。階段登れる？登れるね。 OK、 じゃあスローにして、まずまあ単純に一人、あー危ねえ、あー回転しないと、蹴り OK、 蹴り強い、なるほど、わかりやすいシステム。入ります。まずは一人、飛び倒しだったね。これ下落ちると思うのでフォーカスといて、でこの下に打ちにといて、あ、しまった、落ちた。これはかっこ悪いな。こいつ倒しながらね、あの越えたかったんですけど、おーっとっと、リロード一回するか。うーん、ちょっと待って、ね、落ちてしまう。まず倒すか。扉開けます。ステージクリア。ランクは C かな。華麗なヒットをやるんだったら、ま、今後途切れさせないことがいいと思いますけど。ダブル狙いはね、難しいなと思う。まあ、あれですね。やっぱ慣れてくると相当かっこよくね、プレイできるゲームでもあると思いますが。はい、実に文化的で素敵な街だったんだなということで、いきます。で、上がってって。まあ、未知の島ということで敵ばっかりですね。まずは。よし。フォーカス解きます。あいつ見えてんのかな？見えてはいないよね。リロードしておいて、下がりましょう。まず一人。高さあったからこいつも一人。戻ります。から下がって、でだ、反転したタイミングで乗って下がります。こいつはまあ速攻でリロードちょっと悠長にさせていただいて、ん、なんだこれ、どっちルート、ん、網だよね。あ、分かったような分かってないような、ちょっと待って、これいけんの。一回戻りますか。ちょっと待って。上を破壊するわけじゃないけど。下とか入れる。あ、入れた、入れた。狭っ。じゃあ、まずは。相当ちっちゃいんだけど。これはね、走行狙いしたいね。難しいな。回転しちゃった。よし。で、
できればポイントを稼ぎたいのであれば速攻で行きたい。あー、戻っちゃった。あー、早い。金網からはもう狙えるのか。よし。うおー、蹴り。速攻で R スティックで狙いましょう。あっと、死んでなかった。なるほどね。これは開けた瞬間にスローにして L で走行狙い。おお、かっこいいな、これができると。で、次は一回降りて、まず手前あれついて、あっ、赤い取っちゃった。下降りまーす。ちょっと待って、これここ越えてる？越えてないよな。 OK、 先に倒すか。あー、ちょっときついきついきつい。あー、やばいやばいやばい。これはちょっとダサいけど回復しましょう。死んでしまう。あ、そっか、ある程度のところまでしか回復しないんだ。バナナでも食べればいいじゃないですか。じゃあまず一人。あー、ぶね。怖い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 。一人逃したな。あー、まず死んでない、死んでない、死んでない。怖っ。回収して。うわ、ちょっと待って。撃たないで、撃たないで。これは、あそこ入るんだよな。移動の仕方のポイントだな。これは？倒せるんだ。シールドにできる感じかな。あ、ライフ回復してますね。大丈夫か。ある程度時間かかんのかな。それか何か。ちょっと、ね。これは、ダブル決めたいところですね。ちょっと早すぎる。よし。スピン決めて。あ、やれてないじゃん。移動として、うわー、すごいな、ここ。なんちゅう死体だ。高さでたまに当たんないんだよな。オッケーオッケー。移動としましょう。といて、ちょっと待って。大丈夫？倒してない、倒してない、倒してない、倒してない。この打ち方できるようになればいいかなと思いますけど。うわ、まだ来るか。しまったしまったしまった。うわ、しまった。あ、蹴り蹴り蹴り合いない蹴り合いない。ちょっと待って、方向変わってない方向変わってない。あぶね。ちょ、逃げるわ。あー、終わった。ランク下がっちゃうよな、こんなんじゃ。お、初 B ランクだ。 OK、 じゃあどうしようかな。今日時間的にここで割っとこうかなと思います。じゃあメインメニューでセーブできるのかな。まあ、セーブステージ終わった時にされてるような気もしますけどね。じゃあ、コンティニューで続きからできます。ステージ選択だとこんな感じ。おー、ステージたくさんな。ジ・エンドっていうところがある。おー、まあ、相当楽しめますね、これは。で、ランキングとかもあんのか。お、みんなやってるね。さすがだね。僕の名前どこ？お前は乗ってねえよって話ですけど。ランクシステムあるんだ。へぇ、まあ、そんなに簡単には出てこないよな。トータルプレイヤー277人。探せばどっかに僕いるかもしれません。まあいいや、OK。じゃあこんなゲームですね。あのね、アクションの分かなり歯応えあるんで、コントローラー本当にフルで使うんで、慣れるまでは大変だと思うんですけど、慣れたら相当面白いんじゃないかなと思います。まあガンアクションですね、本当に。そうだな。この後は、まあ、クリアする分にはそんなに難しくないと思います。華麗に見せていくんだったら、もっとね、自分のスキルを磨かなきゃいけないってところですね。まあ、あと本当になんでバナナなのか気になりますが、まあそこはね、もしかしたらおいおい分かってくるのかもしれません。まあそんな感じでね、本作ちょっと触りやってみました。またまあ動画としてはね、パート1だけなんで、続きとかもね、ちょこちょこ上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ただこんな感じだと難易度バナナはね、さすがに僕はまだまだできないかななんて思っておりますが、まあ本当にね、腕に自信のある方は挑戦してみてください。じゃあそんな感じで今日はね、この作やってみました。よかったらまた他の動画含め見てください。じゃあお疲れ様でした。さよなら。